このアイラビューの中にも二人の若い恋人たちがまるでその子猫のようにっていうのがありますけど、そのまあ誰が興味があれば分析すればいいと思うんですけれども、彼のその非常にその幼児体験というか、まあ小学校の5、6年だって言ってましたけど、そういう時期に非常にこう寂しい思いをして、それで自分の愛情みたいなものをその猫に注ぎ込んでたことで、なんとかこう精神状態を保ってたっていうことが、彼のその後のその創作活動の原点にあるような気がしますね。結局尾崎豊ってどんな人間だったのかなっていうことで、身近にいたあの僕なんかにいろんな人が質問したり、あの話してくださいってよく頼まれるんですけれども、僕が一番思い出す尾崎の人間的な部分っていうのは、プレゼント好きだったっていうか、人に贈り物をするのがすごく好きだったっていうところがあって、それでそのくれるものの内容っていうのが非常に尾崎らしかったんで、今それを少しかいつまんで言うと、まあ須藤さんは仕事ばっかりしてるからちょっとは絵を描いた方がいいよってんで絵の道具をくれて、それだけじゃなくてヌード写真集とラフの描き方っていう教材まで僕につけてくれて、それを喜ぶんじゃないかって、その受け取った時の僕の反応を見てまた喜んだり、それからある時はエアガンっていうんですか、ピストルをくれて、こう絶対猫とか鳥とか撃っちゃダメですよって言って、きっと彼は撃ってたんだろうと思うんだけど、解けないっていうか、そういうプレゼントをくれた尾崎っていうのは、宙に紛れ込んだ子猫のように、傷ついてろとさまよい続けているなら、ねえここへおいでよ、笑顔を僕が守ってあげるから。突然降り出した雨から君を包むとき、僕のせいで君が泣くこともあるだろう。僕の胸で泣いてよ、何もかも分かち合って行きたいから、優しく肩を抱き寄せよ、雨に街が輝いて見えるまで、優しく肩を抱き寄せよ。
求めて人はさまようのだろうか。君も僕もこの街の中で見えないで君らしく生きてほしいから、優しく肩を抱き寄せよう、君が悲しみにくれてしまうように、優しく肩を抱き寄せよう、こんなに君を愛しているから、優しく肩を抱き寄せよ、君が悲しみに暮れてしまわぬように。